ということでございます。今日は SK2 さんにお招きいただいてサイエンスセッションで、私もすごい会いたい先生だったりとか商品に関わる体験だったりとかをさせてもらうということで、久しぶりの京都なのですごい楽しみにできます。わあ、なんかすごいいい香りがするします。わあ、素敵、見てください、ウェルカム、何これ、お、すごい素敵、なんか夏っぽい感じで、明日からちょっと秋っていうか立秋だからね。え、これなんだろう、バラ茶だって。バラ茶、すごい、こんな風に置かれてるとさ、なんかシャンパンかと思ったけど、私はこっちの方がいいわ。緑がすごいお外、綺麗な感じで見えるので素敵な空間でございます。やっぱさ、洗面台が広くないとなかなかね、2つありますね。毎日こういうところにいたいね。おしゃお風呂でございます。おしゃお風呂、お部屋に荷物を一旦置いて、明日のセッションの前に京都を探索していきたいと思います。外国の方が多いね。去年 YouTube で撮った抹茶のところがまだある。あ、懐かしい、日傘持ってきてよかった。いや確かにすごい、五重塔がもうすごい見えるよ。ほら、おお、急に現れます。ビタミン C 取らないと日焼けしちゃうからさ、うん、よし、今まで飲んだレモンスカッシュの中で一番美味しい気がする。暑いからね。いや、你不动他他也不动你啊。今回のサイエンスの発表聞く前に、私の肌が今どういう状態なのかっていうことをいつもの SK2 さんの機械で測っていただこうかなと思うんですけど、明日私がお話を聞くサイエンスの要素が詰まった新しいものだということなので、早速ね、まずは私の肌を丸裸にして見ていただこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここちょっと素敵な、お邪魔します。あ、お隣必ず呼ぶ。よろしくお願いします。エキスパートの吉森です。なんかすごいスベスベですね、吉森さんも。いやもう先生の方が輝いてて、もう眩しい。どうぞぜひ。新しくなってるんですよね、最新の機能が搭載された肌測定なので。じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、写真を撮ります。じゃあ丸が出てきますので、はい、そちらにお顔を入れていただきます。はい、いい感じです、美しいです。こちらのカメラをまっすぐ見ててください。はい、始まりました。120万人のベース、お顔3つに分析して SK2 の最先端肌測定ですね。結果を見て、先生のキラキラポイントを見ていきましょう。はい、えい、肌年齢分かってる、36歳、すごい賢い賢い。じゃあちょっと次行きましょうか。先生のこのキラキラ、はい、いつも見ていただいているキラキラとまた別で、うん、さらに輝いているキラキラがあるの。あら、ここがもう先生のもっととも美しい究極の美肌の部分になってます。このキラキラの部分をタップしてみてください。はい、はい、じゃあ行きます。お、先生のお肌の中で起きている美の結合力になってます。どれくらいコミュニケーションを活発に取れているかっていうのがイメージではあるんですけど、見ることができるんですよ。ちゃんとお話ししてるような感じで、はい、ね、とっても活発ですよね。本当だ、すごい活発に動いてる。このスーパーゴールデンキラキラは、うん、素晴らしい美の結合力が溢れたお肌の状態を表しています。じゃあそれがやっぱり多いと嬉しいってことですよね。はい、先生が今日お選びいただいた毛穴のお悩みの部分なんですけど、うんうん、頬のちょっと高いところが少し、ここが、うん、気になってます。ここもぜひちょっとタップしてみてください。いきます。悩んで、あ、さっきと全然違う。お分かりいただけますよね。こちらまずあんまくっついてないというかバラバラですよね。そうなんです、うん、この部分もですね、しっかり美の結合力を高めていただくと、うん、究極の美肌に導けるポイントになってます。すごい、なんかこうやって見ると分かりやすいですね。今日見ていただいた赤い部分、うん、毛穴オイリーの部分だったり、黄色は伸びしろといって、うん、今日張りとシワはいはい、お悩みが少しこの部分にお見受けできるんですけど、うんうん、そう、目の下がねやっぱりねあるんですよね。ここにはやっぱりあのもう先生大好きなピテラが大好きだね、しっかり
秘伝のタレが、秘伝のタレがじわじわと言ってくれるんですね、はい、こう垂らしてくれるんですが、はい、この秘伝のタレを今回限界まで濃縮した超濃縮ピテラという、うん、超濃縮ですね。もう限られたもう熟練の技術者が、このね成分をもうね壊れないように精密にコントロールして作るのが超濃縮ピテラなんですよ。熱を加えるわけでもないですもんね。壊れちゃいそうじゃないですか、はい、熱を加えると。そうなんですよ、壊れてしまうので、ね、サイエンスの部分は今日スペシャリストの先生が紹介させていただきます、はい、この超濃縮ピテラができることとしては、うん、美の結合力、こちらを高めることができるのがもう超濃縮ピテラになっております、はい。今日のお肌状態、はい、こちらもまたイメージなんですが、うん、内側、赤いところとか先ほどこのような状態になっていたと思います、うん、こちらを適切なお手入れ、健康的な生活習慣を行っていただくことで、どん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 本当だ、細胞と細胞が集まって結合して、結合してコミュニケーションたくさん取ることで、うん、未来の美しいお肌に導くことができます、ね、そっか、素晴らしい。それでは、うん、細胞の密着、うん、空間生物学というところのスペシャリストが本日いらっしゃおりますので、はい、ちょっと変わらせていただきます、はい、ありがとうございました。SK2 研究開発部の宮本と言います。宮本さん、お久しぶりですね。お久しぶりです。シンガポールで学会に参加した時にも宮本さんにもいろいろお話を聞かせていただいたので、その時にはね、また別の炎症を抑えるレセプターだったり、そういったね、お話をね、させていただいたので、よく覚えてらっしゃる。当たり前じゃないですか。もうすごい感動しました。あの時もすごいなっていう。今回はどういうサイエンスがあるんですか、今までやってきたサイエンスが違うような議論を言おうとしてるわけではなくて、一つ一つの積み重ねということで捉えていただければいいと思うんですけども、はい、例えばその炎症であったり、うん、酸化であったりね、うん、いろんなメカニズムとかを解明してきたんですけど、はい、今までってお肌全体がどうなってるかっていう全体像しか実は分かってなかったんですよ、うん、お肌の細胞で炎症がしてます、どの細胞が炎症してんの、毒が助け合ってんのっていうところまでは実は分かってなかったんですよ。そうですよね、言われれば全体的にざっくりこうでしょうですけど、個々のものっていうのはなかなか分かんないですよね、はい、ということで一つ一つの細胞がどういうつながりをしていますか、何をコミュニケーションしているのかっていうのをですね、うん、一気に解析するっていう方法が10年ぐらい前に確立されまして、それを初めてスキンケアに入れようっていうのが今回のことになります、ね、はい、これは確かに医療分野でね、いろいろ内科的なものだったりとかでもあるものなんですが、それを今回はスキンケアに落とし込んできたっていう。そうですね、お肌もなんかこう一枚の皮には思いますけども、うんうん、実際には立体っていうか、ね、いろんな肌細胞が縦横無尽にあるわけですから、うん、肌の中の空間の細胞っていうところで空間生物学っていうことで呼んでいるってことです。はい、スキンケアではやったことなかったんですよ。いや、聞いたことないです。聞いたことない。それの中で先ほどのカウンセリングでもあったんですけどもね、うん、お肌の状態がとてもいいところ、うん、スーパーゴールデンキラキラっていう、はい、トップ中のトップのお肌のところっていうのは、角層のもう本当に表面のところと、それから真皮のところまでコミュニケーション実はね結構やってるっていうのが分かったので、それがあの肌の状態、見た目の状態と連携してるっていうことが今回分かったっていうことで、分かったからこそ、じゃあ私の肌でそれがどこで行われているのか、そうですあとちょっと弱いところはどこなのかとかっていうのをこのマジックスキャンで一目瞭然に分かっていただく、はあ、すごい。自分で透明感出たなとか、もちりしたなとかっていう、全体的にどういう風に肌が底上げしてるかって、はい、意外と分かっていそうで分かっていないので、はい、マジックスキャンとかで、ちょっと年齢が出るのも嬉しいんですけれども、悪かったものが良くなったよとか、いいところはさらに良くなったよっていうのが分かるとやる気になりますもんね。やります。マジックスキャンは本当にね、ポジティブカウンセリングって言いまして、うん、お客様のいいところの肌を見つけるということができますよ。最高の肌を見つけることもできるっていう、それは嬉しいですよ。己を知るからこそスキンケアもどういったものが必要なのかっていうことが分かるし、自分のスキンケアの中で今までは炎症とかなんとかって一つ一つを見てましたけど、全体的にコミュニケーションを取るようなことをしていった方が、より肌が年齢よりも綺麗に見えたりとか、年齢よりも若々しく見えたりということになるってことなんですね。じゃあ今回のサイエンスのポイントは空間生物学ですね。はい、明日はじゃあまたね、そのエキスパートの川島先生と、そうですね、お話をさせていただきたいと思いますので、楽しみにしております、はい、ありがとうございました、宮本さん、はい、ありがとうございます。
おはようございます。2日目です。今日も京都はすごく晴れていて、これから空間生物学について京都大学の鴨島先生だったりとか、いろんな先生からお話を聞いたりとか、金継ぎ体験をこれからできるっていうことなので、めっちゃ楽しみ。というか見てください、すごいいい景色ですよ。嬉しい。じゃあちょっとサイエンスシンポジウム行ってまいります。2日目です。やっていきます。できたよ。めちゃくちゃ綺麗です、これハマる。なんかお家でもやりたい。3ヶ月ぐらいしてもう一回うちに来ます、ね、乗り切れてない。早速、鴨島先生にお話を聞きたいと思います。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初にですね、先生、サインを後でお願いしたいんですけど、はい、これ、鴨島先生のご本で、医学のね、私たち向けというより一般の方向けで、それでも私もすごく面白くて、ここまで書いちゃっていいのかなっていうような。ありがとうございます。もともとは、一般の方に皮膚って大切なんだっていうのを分かってもらいたいっていうのが目的で書いたのと、学生さんに、そうですよね、そうやっぱり皮膚科とか研究することとか大切ですよっていうのを伝えたいっていうのがあって書いたんですけど、3年ぐらいかかりました、書くの。これは後でサインをしてもらうとして、今日はやっぱりその空間生物学っていうことで、私もなかなか聞きなじみのないところだったんですよね。先生っていうのは私のイメージではやっぱりアトピーの治療薬を開発されたりとか、もう免疫のコントロールをしていらっしゃるのが免疫の先生っていうイメージだったんですよ。空間生物学っていうことを今回はお話しされてたんですが、改めてどういうものなのかをちょっとお話ししていただきたいなと。確かに今でも免疫がやっぱりベースなんですけども、皮膚の中にはさまざまな免疫細胞もいますし、繊維が細胞みたいなそのコラーゲンを作る細胞もいるし、表皮みたいな細胞もいるし、神経もあって、実は免疫細胞もいろんな細胞同士のコミュニケーションの影響ってものすごく受けてるんですね、なので免疫を理解するためには他の細胞も理解しないといけないし、他の細胞とのインタラクションを理解するためにはお互いがどこに存在しているかっていうこととか、どの細胞とどの細胞のインタラクションが重要かとか、そういうことを理解するためには空間情報ってすごい重要なんですね。それを解明するために皮膚の中を見る技術の開発とかやってたんですけども、細胞細胞のインタラクションが一体どういうふうに起こっているのかっていうことを遺伝子の発現レベルで非常によく分かるようになってきたんですね、一つ一つの細胞の特徴を組み合わせるとすごいパワーを発揮するので、爆発的な多分サイエンスの発展につながる、どの位置にどういう細胞がいてどういうコミュニケーションを取ってるかっていうことが改めてきちっと分かるってことですよね、そうですね。教科書だと、例えば免疫細胞があるってことを書いてあるけど、その細胞と神経細胞はくっついてるのかとか、そういうことまではさすがに教科書では示せないし、10分後にどう変わっていくのかとかいうこともなかなか分からないし、なんとなく分かったっていうぐらいだったのが本当にそれが答えが出せるところまで来たんですよね。それともう一つは、そこにいる一つ一つ一つの細胞がどんなキャラクターかっていうことがすごく分かるんです。昔までの解析だと、例えば表皮って上の方にいる細胞と真ん中にいる細胞と下にいる細胞ぐらいは分かるんですけど、下にいる細胞の一個一個がどれがステムセル でステムセルと隣の細胞はどういうコミュニケーションしているのかとか、そういうこう一つ一つの細胞の特徴までを捉えることって絶対できなかったんですけど、一細胞レベルで遺伝子の発現が分かるので、この細胞同じように見えてるけど、この細胞は老化してるなとか、全部その情報キャラクターが分かっていくってことなんですね、そういう中に頑張ってない子がいたら、この子に頑張るように働きかければいいとかして、その人が頑張ると周りも頑張らないといけないって、そういう細胞同士のコミュニケーションとかも見れるっていうのが
クラスの例えがいいです ね。そうやってやるとなんか今まではなんか全部、ね、なんとなく分かってるのが一つ一つのキャラクターっていうとなんか、ね、こう愛おしくなるし頑張ってほしくもなりますもんね。空間生物学っていうのがなんとなく私もつかめたんですけども、それが若返りだったりとか皮膚が綺麗になるとか、そういう美容的なものにどういうふうにつながっていくのかなっていうのがやっぱり皆さんすごく知りたいんだと思うんですよね。肌の若返りだったりそういったものにも応用が効くと先生思いますか？そう思います。さっきのね、あの話でも、はい、いいクラスと悪いクラスっていうのがあるじゃないですか、うん、で悪いクラスに化粧品とお薬を使うと、うん、で良くなりました、うん、でも良くなったっていうのが敵の悪い人たちが良くなったのかとか、いい人がさらに良くなったのかとか、うん、あるいは敵の悪い人に働きかけて敵の悪い人が頑張って、うん、できる人がより頑張って良くなったとか、うん、そういう細かいことまで分かるので、今までやっぱり化粧品とかが効いた効かなかったとか、うん、でそれをね例えば一人の人にやって効いたとかいうのがなかなかそういうこと言われても、うん、本当かな、はい、みたいな、そういうのがもう週刊誌とか、うん、新聞読んでても下の広告とか見てると本当かなみたいなのがいっぱいあるけど、はい、こういうサイトとかのコミュニケーションで良くなったんですとか、うんうん、そういうことまで分かるので、僕らは医者であり、うん、あの科学者なんですけど、はい、科学者としてはやっぱそういうとこまで納得できればこれは本当なんだなって思える、うん、そうですよね。でそういうことを一般の方とかに伝えるのは、うん、あのなかなか簡単ではないんですけど、うん、橋渡しをしていただければと。いやいやもう化粧品と医学が今まで切り離されていたので、うんうん、でも実は老化っていうのを病気って捉えた時には、うんうんうん、やはり科学者であり医者がやっぱりそういったところを研究しなくちゃいけないのかなっていうふうには思うので、私からするときちっとした先生たちが化粧品でも可能性があるっていうことを研究してくれてるっていうのがすごく嬉しいなと思うので、うんうんうん、そういうところは先生のなんか好奇心の一つなのかなって。そうですね、うん、ちらっと老化の話してましたけど、はい、昔はね老化っていうのは当たり前のことであって、うん、それを研究のテーマに扱うっていうのはいいっていうふうに思われない傾向がありましたけど、うん、はい、今やっぱりその老化っていう現象っていうのはすごいサイエンティフィックに大切だと、うん、そういうのに気づいたのはここ10年ぐらいですかね、うん、どうしても医者は病気を治す、うん、長生きをさせる、うん、でも最近はもちろん長生きはそうなんだけれども、うん、病気にさせないとか、うん、病気になってから治すではなくて元気でいてもらうっていうことが科学的に解明されてそれが分かっていくって、うん、なんかいい時代になったなっていうふうに、すごい時代だと思います、うん、あの山中先生のね、うん、やっぱりね、そうですね、あの分化した細胞が戻るっていう、はい、ところがやっぱり多分スタートだと思うんですよ、ね、なので老化した細胞も若返った細胞に戻せるはずなんですよ、うん、そうですよね、うん、すごいホットトピックだと思うんですね、うん、それは別に皮膚に限らず、うん、全ての臓器で同じことが言えるのかなと思いますけど、うん、もしかすると本当に次のノーベル賞とかはその老化を戻すっていうことっていうぐらい老化っていうのは大切なトピックだと思います。老化を研究していただいて、ぜひ私が老化をする前によろしくお願いします。頑張ります。はい、では先生本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでスキンシンポジウムが終わりました。本当に鹿児島先生のお話ってずっと聞いていられるっていうか、私も学びが起きて楽しいなっていうふうに思いました。やっぱり化粧品っていうものの成分がどういうふうに肌に効果を示していくかっていうものが空間生物学を通じて分かっていきましたし、上にこうね置いたら電子ボタンみたいに皮膚の奥まで伝達されていくっていうことも今回知れたので、化粧品ってやっぱり私たちの肌にすごくいいね影響を与えてくれるんだっていうことが分かったので、自信を持って今日からもスキンケア頑張っていきたいなと思います。ということでこのチャンネルではこういう風に美容についてね、科学的にね話をしているところも皆さんにシェアできますので、よかったらチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。いやー今日ちょっとお家帰ってスキンケアするの楽しみだね。なんか若返った気がする。若返ったよね、のぼりくん。え、あ、はい、はい、若返ってます。ワンクッションあったね